激ロックドットコムをご覧の皆様、我々がおめでたい頭で何をビールでーす。イエーイ、おめでたい発表でございます。4月4日にタイトルという、シングルで、メジャーデビューいたします。はい、タイトルもカップリングも聞いてください。カップリング、そんなことよりも4月号激ロック表紙になります。動画で行ってみるもんだね。激ロックさんの表紙ずっと憧れてて夢やったんです。これ一つ夢叶いましたね。まあ見てもらえば分かる通り、まあ激ロックさんの表紙、我々の写真じゃなくタイガージャケット写真、ジャケット写真、タイガー、アーシャじゃなくて、激ロックさんの雑誌がもう料理雑誌みたいな、情報雑誌がタイガー、いや、激クックになるってことで、激クック、よろしくお願いします。激クックって何やねん。告知ちゃんとしますね。堀津優だって、我々メジャーデビューを記念しまして、4月4日から全国ツアーを開催します。おめでとう、おめでとう、学2018。なんとファイナルは7月16日、ゼップダイバーシティワンマンライブでございます。祝日なんでみんな来てね。海の日、あ、来れますね。じゃあもうぜひ皆さん来たってください。よろしくお願いします。詳しいことはですね、まずこちらご覧ください。ね、ゲストもいっぱい出てるよ。ね、いいですね、いいですね。これを一回まずギュッてしますね。からの伸ばしので押し付ける。はい、ありがとうございます。はい、というわけでね、我々ゼップダイバーシティで皆さんのことお待ちしております。以上、おめでたい頭で何をリでした。なんでだよ。これがメジャーアーティストか。